こんにちは。日本学術書道会の田村吉蘭です。今日も下田書店のいつでもどこでも使える四字三字熟語ハンドブックから四字熟語を選んで、その解説文を読んでから後でその四字熟語を半紙に楷書、行書、草書、それと創作作品を書いてみます。今日の四字熟語は野郎時代です。自分の力量も知らないで仲間の間で羽振りを利かして尊大に構えていることの例えです。野郎時代を楷書で書いています。テーマから野郎時代を行書で書いています。テーマから野郎時代を草書で書いています。テーマから野郎時代の創作作品を書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。